ニコライ・チェルヌイシェフスキーニコライ・ガブリーロビチ、チェルヌイシェフスキーは、ロシアの革命的民主主義者、哲学者、経済学者。ナロードニキ運動の創設者の一人。マルクスとレーニンによって高く評価された。空想的社会主義の影響を強く受けている。同時代のロシアの小説家ドストエフスキーも、参加していた、ペトラシェフスキーサークルに参加していた。 1861年に廃止された濃度性の撤廃では当時のインテリゲンチアの先頭に立って活動した。1862年逮捕され、1864年終身刑となり約20年間をシベリアの流刑地ビルイスクで送った。1863年に獄中で表した長編小説何を成すべきかは出版後すぐに、 発禁処分となったが、ナロードニキの革命理論に基づくユートピア小説が、当時のロシア青年に大きな影響を与えた。ロシア革命の指導者レーニンが、同盟の本を表すなど愛読していたことで有名。1828年7月24日、ロシア帝国のサラトフに、聖職者の家庭に生まれる。少年期から語学の才能に恵まれていた。神学校を中退した後、 サンクトペテルブルク大学歴史、哲学部に入学する。大学在学中、当時のロシアにおける先制政治や濃度性に対する批判と1848年にフランス2月革命を契機にヨーロッパ諸国に拡大した諸国民の春に影響を受けて、唯物論、無心論、社会主義に傾斜していった。1850年ペテルブルク大学を卒業する。 中等学校で教師となり、教団に立つ。1853年再びペテルブルクに上京し、評論、執筆活動に入る。1855年クリミア戦争の最中、皇帝ニコライ一世の死去を契機として、チェルヌイシェフスキーは、翌1856年から、雑誌、現代人の編集と執筆者となり、アレクサンドル二世によって醸成された。 クリミア戦争後の改革期に、ニコライドブロリューボフと共に活躍した。濃度解放問題で、チェルヌイシェフスキーは、濃度に無償で土地を付与して、本当の意味での解放を目指すことと、未来の社会主義建設のために、農村共同体の維持を主張し、従来の地主や貴族の利害を保護し、改革を不徹底なものに出してしまったとして、ツァーリの政府、 および政府と妥協した自由主義者を激しく攻撃した。1861年には、不徹底な濃度解放令に反対する立場から、学生運動に支援を与えたり、民衆放棄を目指す、全ロシア農民革命のための秘密結社組織を目指したりしたが、このことが当局の機秘に触れ、翌1862年6月に逮捕された。1864年懲役7年。 シベリア州身流刑の判決を受ける。厳しい流刑生活により次第に健康が蝕まれたこともあり、流刑先ではかつての激しさを持った活動する思想家とは別人のようであったと伝えられる。1889年に病気のため帰郷を許される。同年10月29日の一血のため死去。61歳、チェルヌイシェフスキーは その思想的形成において、フォイエルバッハから大きな影響を受けた。チェルヌイシェフスキーは、フォイエルバッハに依拠しながらも、独自に戦闘的唯物論を展開していった。また、ヘーゲル美学に対しては、現実に対する芸術の美学的関係、哲学の人間学的原理などの論文を表し、これを批判した。文芸評論の分野では、 ロシア文学のゴーゴリー時代が遺憾を発表し、この分野での先達たるベリンスキーのリアリズムに、基づいた文学観、芸術観の伝統を継承し、発展させていった。経済学では、J.S. ミルの経済学原理への仲介や、農村共同体論などを記した。チェルヌイシェフスキーは、クリミア戦争後のロシア社会が、初期資本主義経済の段階に突入したとカッし、 イギリスに代表される先進資本主義諸国が資本家による労働者の残虐な収奪による悲惨な状況をロシアにおいて回避すべく農村共同体に着目した。このミールによって本来経済史的に後進地域であるロシアは西欧の先進国を反面教師とし後進性を逆に優位たら占めるものと着目した。また、 チェルヌイシェフスキーは単に資本主義に対して批判的な態度を取ったのではなく、特に産業革命と結合した社会における生産力の拡大を積極的に評価した。チェルヌイシェフスキーは、ロシアのスラブ派にあった単なるミールの理想子とも、西欧の状況に絶望して、ミールに期待したゲリツェンラとも異なり、当初、マルクスはチェルヌイシェフスキーに関心を示したとされるが、 革命に関して両者には相違がある。レーニンらを感動させた小説、何をなすべきかは、革命家に対して厳しい自己問矢を解くとともに、共同社会の建設、男女の不平等と女性の社会的自立の問題を取り上げ、同時代に生きる、求心的な文化人を強く引きつけて、後世、ロシア、東欧における、女性解放、フェミニズムを含む、社会運動上、 巨大な影響を及ぼすこととなった。だが一方では、反自由主義的思想などの負の面でも例人に影響を与えたことも事実である。小説、ロリータで知られるウラジーミル・ナボコフには、ロシア語で書いた長編小説、たまものという作品がある。この小説の中でナボコフは、作家志望の主人公が発表した、電気作品という体裁を借りて、極めて美画的で、 ウィットに飛んだチェルヌイシェフスキーとその家族、及び同時代人たちの群像を提示するための電気を創作している。ありがとうございます。